辻演舞2月26日から1969年8月10日は、大正、昭和初期の軍人。佐賀郡東与賀町出身。祖父は、佐賀の干拓の父とも言われる、辻延年。弟は後に、参議院議員となる、福岡秀麿。最終階級は、陸軍中将。栄転は、14位、勲2等。1892年、東与賀村長、辻武一郎の長男として、東与賀村住吉に生まれる。佐賀中学校を卒業後軍人を志し、熊本陸軍幼年学校に進学。さらに、陸軍士官学校に進んだ。砲兵畑を進み、久留米屋砲24連隊、朝鮮辰山砲兵隊などに所属。1938年には、野砲兵23連隊長として、上海に入り江南の治安確保に当たった。さらに、南京政府軍事顧問、第20砲兵団長、中部軍兵器部長などを経て1945年陸軍兵器学校長となり、中将に昇進した。なお辻が最後の陸軍兵器学校長である。終戦後は郷里に帰り、慣れぬ農業や商事会社の社長などを務める一方、現役時代から荻原清泉水に私宿し、苦作を行うなど、文人肌でもあった。彼は当時発足した、火の国佐賀支社単価会に入会。有志と合して、余生を単価に打ち込んだ。1969年三男の家族と共に前年、移り住んだ広島にて心不全により死去。77歳。死後に、歌友の大許三郎が、辻の作品から、軍旅の影にの一歌集を編集し出版した。ありがとうございます。